さてね、今日はね、ここね、昇仙峡に来てみたけど、まあ、昇仙峡っていうとやっぱね、皆さんね、水晶でおなじみだと思う。でね、今日来たのはジュエリータウン、ここに来たわけ。僕の知る限りだと、この昇仙峡ストリートで一番原石、ブレスレットがね、原石が強いのはここだと思うんで、ちょっとね、まあ、原石マニアの僕としてはワクワクな感じ。このね、ワクワクのね、ジュエリータウン行ってみようかなと思ってね。よろしくお願いいたします。ジュエリータウンの久保島でございます。久保島様ですね。今日は一つよろしく。こちらこそよろしくお願いいたします。もうね、久保島様はもうこのね、昇仙峡で長く石を扱っておられますので、多分いろんな石の歴史が今日出てくるかもしれないので、ご期待ください。ませんでは行ってみましょう。ということで、まあ、早速これ気になっちゃうんですけど、これは水晶ですよね。すごいよ。ブラジル産本水晶ですよね。これは大変なものだと思うんですけど、クラスターとしては日本最大なんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。今ブラジルに行ったことある？ない。ただ今ブラジル行ってもないでしょ。ないと思う。もうこんだけでかいままで置いてあるのって今非常に希少価値が、ね、なかなかないと思うので。そう、もうそうですよね、高い。いや、まあでもこれだけまずこの形でね、ね、掘削して出してくるのもすごいけど、またこれこの形で輸送できたってのもすごいですよ ね。これ船積みでね、もうかなり昔です、これは。ですね、今なら無理ですよね。そうです、もう、はい、ちょっとね。でなんとね、ここにね、下を見るとなぜかお賽銭があるんで、しかもこの横にあるのがハートじゃないですか、これは。そうですね。ってことはこれはやっぱり願いが、恋愛が成就する可能性があるという。もうね、特に女性の方にはもうたまりませんね。もう絶大なね、非常に温かみのある愛の石ですから。愛の石で、しかもこのデカさですから、ね、これで恋愛成就ですけどね。もう、まあでも、はい、僕なんかはもう恋愛を持ってますんで、先にちょっと石の方に行ってみましょう。これもやっぱりブラジル産かな。おお、そうですね。これ面がね、はい、六角、これ自然にですよね。なる。綺麗に六角ですよね。だから世界で一番美しい自然の形が、はい、水晶。まあ、このくらいの大きさだともう何億年とか、もうそのレベルのですよね。もうとてつもない気の遠くなる、ね、時を経てこう結晶クラスターになってるっていうね。なんか僕を聞いた一説では1ミリ100年とか、人生大先輩ですね。もうそう、大先輩です。はい、この白くて大きいこれがカルセドニーですよね。カルセドニーってやっぱり人間関係とか、だから、まあ、これご自宅に置いてあると最強の人脈を作れると思うけど、問題は置く場所がないっていうね、あれですけども。そこでまたね、ちょっと僕気になっちゃったんですけど、この佐渡赤石、これは一体何なんですか。天然記念物で一切持ち出し禁止になってる。そうなんですか。そうそう、頭です。これサゾン、やばい。これ少なくともじゃあこれは銀行にお金を、寝かしておくよりも、あ、もう全然どん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 今もう価値が上がってますから。本当、ね、日本三大名石です、サゾンの赤い石。やっぱほら、サゾって金山とか、そうです、もうサゾ金山って有名なね。だからやっぱり土地がいいんでしょうね。そうですよね、そういうとこから出てくるっていうのもこれ多分、相当なパワーだと思うんですよ。そうですか。いやー、ちょっと興奮冷めやらないですが、先へ進んでみましょう。これイグアナさんですよね。イグアナもまたね、開運アイテムとしては一部の人に人気ありますけどね。そうですね、スピリチュアルの人なんかだとイグアナってこのね、消化体か、消化体から光を入れて、このいろんなね、サイキック能力とか、予知能力とかやるっていうね、結構これ、ね、イグアナは人気なんですよね。それをこうしてあるっていうのは内側わかるかな。これね、ちゃんとした普通にジオードなんですよね。これは素晴らしいです。気の遠くなるような作業ですよ。 ここでまたこれは気になる、これは一体何なんでしょう。これはインド翡翠ですね。インド翡翠、インド翡翠の原石を不動明王、確かに不動明王様だ。もう昔の作品でございます。でこれね、よく見ていただけるとね、これまた彫った方もちゃんとね、お心あるのかなと思うんだけど、これね、この炎の中に鳥の顔があってね、
この鳥がカルラっていうんですよね、あの神の鳥カルラで、そういったあの豪華の炎の鳥をまとっているって、これ不動明王心がない方が作るとただの炎なんですよ。なんだけど、あ、よくご存知の、さすがですね。これはだから、まあよく、うん、掘った方がね、ちゃんと掘ってるんですね。よく見るとこの辺りとか ね、鳥のお顔が入ってるんで、カルラ、これ価値高いですよ、これね。ちょっとあの怖くてお値段見れませんけど。さて、ちょっと次。ドームはね、結構大きさの割に僕は良心価格だと思います。そうですね。うん、この白い、こういうカルサイトが入った、こういうのも非常に面白いですね。あ、それも大自然のいたずらです ね。なぜそこだけこうなってるかって、ね、面白いですね。こういうですね、こういう個体に出会ってなんかね、あのもう特化いかない運命を感じちゃいますね。そうですね。うわ、面白い。これね、ほら、あのブレスレットとかね、家に帰ってこの中に入れとくと浄化されるっていうんで、そうです、身につけてるね、うん、そういうものですね。でね、やっぱりこのクオリティ高いっていうのは、あのこうなってるじゃないですか。こういうふうにこうなってて、あのこういうところは欠けてたりすると、あのそこから運気が流れちゃうっていうんで、しっかりとこの下が整ってるのがいいっていうんで、そうです、ここはね、重要な、そうです、そう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 、この辺の子とかもみんなしっかりエッジがあるんで、この辺もやっぱり、ね、非常に、はい、映画堂のバイヤーさんの目利きぶりを感じますね。ここはね、大切な、こういう感じね、そう、このエッジがしっかりしてるって、ボトムがしっかりしてるのがないと運気流れちゃうっていうのがあるんでね。でしかもね、結構今リーズナブルって言いましたけど、多分ね、ここのねお店の方々優しいので、値段交渉可能だと思うんで、どうしても欲しい子に出会っちゃったら、はい、もうできるだけ頑張って、圧倒的なお値段で、はい、それは嬉しいです。喜んでいただけるようにしますんで。確かにね、下方レベルですからね。なんかね、芸能人の方もこのドームの所有者が多いっていうね。もううちはもうそういう超有名な方からいろんな方が、ね、はい、いらっしゃって。さて、僕はね、あの気になるのがね、これまたこれマニアックなんですよ、これクリストプレイの原石。これね、アレクサンダー大王がね、これのあのペンダントヘッド作ってて、でそれまで連戦連勝だったのが、もうなんかインドでそういうあれがね、そう、一番が彼がね、これはどうインドでなくして以来、連戦連敗になったっていう、破竹の勢いはこれがあった時っていうね。でもね、クリストプレイスのこのサイズの原石って、ないですね、僕は見たことないです。今もう多分日本最大だと思います、これ。そしてこれですよ、ルビーインゾイサイトって引き寄せ最強の石って呼ばれてて、ちょっと監督これ映るかな、僕もルビーインゾイサイト愛用してますけど、これね、ここ。この赤と緑がくっついてるとこ、光を当てると何か起きるんですか？ああ、バッチリですね。ちょっと、はい、もうちょい行くよ。あ、ズーム。ズームして、ズームして、いい感じですね、この感じ。ちょっと下の方にまたずらしていってみます。ほらほらほら、赤入れちゃう、赤入れちゃう、赤入れちゃう、この感じですね。これがルビーなんだ。やっぱりルビーは反射するってことですね。そうです、うん、ってことは、じゃあ僕のこいつが反射しなかったらこれは偽物って感じですね。大丈夫ですか？よかったこのデカさは僕は見たことがないですね。なんで、人気商売やってる方はぜひこれを家に置いていただけると、そうですね、ぜひおすすめですかね。そう、ね、結構ハリウッドのセレブがね、使ってること多いしで、あんまりこれをね、強烈に使いすぎると恋愛を超えてストーカーになってしまうというレベルのものらしいんで、はい、これはテラヘルツ、まあ、もうこれはもう、はい、これテラヘルツ氷を置くとね、はい、ちょっとやってみましょう。あ、できるの？1秒間に1兆回の目に見えない振動。おお、もう流れてる、流れてる、うん、1秒間に1兆回です。震えすぎですね、1秒間に1兆回、うん、1兆回触っても熱くないから熱じゃないですよね、これ振動なんですよね。そう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 、うん、ブレスレットとかもございますのでね、超有名な、はい、井上尚弥さんもやってる。あ、そうこれが、これはルチール、ルチールのこれが一品のキャッツアイルチュール。いやキャッツアイルチュール、これは綺麗だ。本当な、熱くなった。ここまでルチルって暴走しちゃうわけですか。
綺麗ですね、うん、これ井上永さん愛用の、もう愛用の、そうそうそう、うん、これちょっとあの自分に奇跡を起こしたい人はぜひ、うん、もうぜひこれ、うん、特に金運を呼ぶですね、非常にパワーの強いのがもうこのルチルコースです、うん、ですね、うん、キャッツアイルチルか、そうそう、うん、これはもう今宝石ですから、宝石ですね、ね、まあ、超一流の、うん、あのそういう宝石屋さんでも扱ってますから、ありがとうございます。なんか今日いろいろと見ていただきまして、まだまだね、あの興味が尽きないんですが、また後日訪れるとして、本日はありがとうございました。いえいえ、どうも。どうもありがとうございました。失礼いたしました。どうも。